ノートブック LLM の話です、はい、うん、これに関してはもうね、何本も出しててすごいよということを言ってんだけど、で私はですね、このところね、徹底的に、まあ、使い方を研究しとるわけよ。でね、いや本当にすごいですよね。で、使い方あんまり分かんなかったらね、この良さっていうのはなかなか分かんないわけ、うん、で、これをね、HF の Y さんがね、会社で使っとるって言ったけど、で彼がね、こういうこと言ってきたんやけど、まずね、ノートブック LM っていうのは、ノートブックという概念と、ノートという概念、一応別なんよ。ね、うんうん、ノートブックっていうのは、まあ、一冊のノートブックと思ってくださいよ、うんうんね。で、その中のページがいっぱいあるの、これがノートと思ってくださいよ。はいはいはい。だから、ノートブックの中にいっぱいいろんなことが書けるわけ。はいはい。だから、ノートブック、で、ノートブック LM の中にはノートブックがいっぱいあるわけ。はい。一つの四角がノートブックってことですか？そうそうそう、そう。並んでる。でね、で、HO の Y さんが言うたことは、このノートブックは100個までしか作れないと彼は言うたわけ。おお。いや、だからね、いっぱいな会社で使うとすぐいっぱいになるから消していかんといかんと言ったんだけど、うん、調べてみたらそんなことはどこにも書いてない。僕聞いてみたんや、ね、制限があるのかって言ったら無制限ですと言ってきたんや、うん、ノートブックの数がね、うん、ところがですね、ノートブックの中にあるノートの数は1000までだよ。でも、まあ、1000ページのノートまでだというか、うん、で、さらにね、読み込ませる、まあ、資料っていうのがあるわけですよ、うんうんね。この資料がね、いくら、何本まで読み込ませるかって言ったら、これはね、いくらでも読み込ませるんだけどね、あんまりこれやってもね、あんまり意味がない、ね。まあ、うん、まあ、これ1000も読み込ますなんてことありえないわけで。うん、で、まあ、これもね、少ない場合がいい場合と、多い場合がいい場合といろいろあるんですが、まあ、ともかく今いろいろ実験してで、次にね、すごいのはね、この資料の長さの制限。うん、これがね、50万語まで。50万語っていうと ?50 万語。どれぐらい英語でよ。うん、本は一冊ね、長い本でね、英語の場合7万語ぐらいね。はあ、すごいですね。うん、じゃあ50万語っていうのは。でという本、そんな本ってないわけよ、ほとんど。うんうん、そんなね、PDF にしたらもうすごいページですよね。百科事典ですよね。うん、それをね、ね、うん、50万語の資料をいっぱい読み込ませる、出るというわけよ。うんうん、だからすごい能力を持ってる。でね、ラグっていう言葉知ってますか？ラグ、うんうんうん、検索連動ですね、うんうん、でこれはね、どういうことかって言ったら、その AI の LLM の向こうの知識じゃなくて、こっちのデータね、そのラグですね、はいはい、例えば会社のデータをいっぱいね、この LLM に読み込ませたいということがある。でこれがラグの技術なんです、うんうん、でまさにそれができるわけ。うんうんうん、ノートブック LM には自分のね、例えば会社のね、資料をね、ぐわーっと入れ込んで、これをもとに何々しろと、うん、いうことが言えるから、まさにラグなんですよ。つまりラグなんですね。うん、ベースがジェミニで、それのラグ機能がノートブック LM ということなんですね。で、かつね、あれができると。ポッドキャストができると。うんまあ、これはおまけなんだけど、ここがまあまあ、ね、うん、まあ僕はすごいと言ってきた。で、うん、でノートの作り方もですね、うん、まずね、FAQ っていうのがフリー、フリークエントアスクズクエスチョン、そういうのをクリックするとですね、うん、この一連の読み込んだ資料の中から、まあ、FAQ を作ってくれるわけや。ああ、自動的に作るんですか。うん、自動的に作ってくれますね。で、どんなね、概念があるかっていうことを一連並べてくる。ああ、すごいな。でね、学習、問題も作ってくれ。これで学習するにはね、で問題と答えの、うん、も作ってくれる、で。それからね、タイムラインっていうのがあって、ね、ありましたね。これ、うん、中に、まあ、いろんな時間経過があるような場合は、うん、タイムラインを作ってくれる。で、それから、広報用資料を作ってくれるとか、まあ、いうのもあって、まあ、いろいろあってですね。うん、で、
さらにはね、まあ、自分でどういうのを作ってくれという、まあ、チャット欄あるんですよ。こっちが言うて何をしてくる、うん、とか向こうがこういう質問したらどうですかっていう、うんうん、おすすめも出てくる、うん、でそれをクリックすると、まあ、向こうが答えを出してくるわけだけど、これをセーブしますかって聞いてくるわけ。でするとするとそれがノートになるわけ、うん、で自分でノートを作あの資料を作ることもできるわけ。さっき資料ね、あの資料の作り方前も言ったけど、基本的に3種類あって、一つはあの URL とかあのファイルをそのまま読み込ませる。読み込ませ方がね、うん、実は3種類あってやね。一つはね、あのドラッグ&ドロップで持ってきてポコンって入れるというやり方。それは自分の、あのコンピューターからね。だから URL を指定するというやり方。うん、だから YouTube の URL を指定するというやり方。これがまとめてファイルから読み込むというやり方や。うん、もう一つはね、あのね、Google Docs とか Google、のスライドとかそういうものから読み込ませる。Google 関係のそういうものから読み込ませるというやり方。であと最後はコピペ。これは最後の手段ですよね。何でもいいからコピペして入れると。うんうん、で、そういうやり方で、まあ、要するに資料を読み込ませるわけ。で、この資料をもとに、まあ、いろいろね、質問をして、あるいは向こうの、まあ、あの、お色彩の質問もあるから、ね、それで出してみて、良ければそれをノートとすると。で、そうしてはね、そういうものが、まあ、1000枚まで、1000ページまで作れると。いうわけで、だからこれ使い方をね、もう徹底的に工夫すればですね、ものすごく便利なものになると、うんうんうん、特に会社なんかで使うときにね、うん、でただね、経験なんだけど、僕ね、資料あのね、ある問題に関して、あるテーマに関して YouTube をね、いっぱい読み込ませて、うん、で関係した YouTubeどんなの読み込ませたか言って、イングリッシュブレックファーストの作り方っていうのをいっぱい読み込ませた。前からそのお話されてますね。そこはね、あんまりね、たくさん入れるとね、うん、向こう困るんよね。一、うん、つだったらその中でね、話が筋が一貫してるから、うん、向こうもね、要約しやすいわけや、うん、つまりポッドキャストね、うん、そこね、たくさん入れるとね、うん、例えば矛盾したこと言ったりするわけじゃないですか、うん、であるいはね、違った話話題も出てくるわけじゃないですか、うんうん、これをね、全部まとめてね、あの話にもししたらね、うん、取り留めもない話になるね。取り留めもない、どんな感じなんですか。いや、まあね、おしゃべりしてるけどね、うん、内容が空想なお話になる、ね、そうなんですね。あんまり要件、うん、まとめさせると知りすぎて、うん、で一応なんか触れんといかんと向こうも気使うから。気使ってるんですかね。使ってるんですか。で、ね、少ないとね、少ないと、それに特化した話になるから。だから僕ね、さっきのイングリッシュブレックファーストのね、作り方のノンと、ロンドンのイングリッシュブレックファーストの店巡りみたいなものを一緒くたにしたら、向こう困ってね、うんうん。その話をね、混ぜるとさ、一貫性がなくなるのね。うん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 。なるほど。というふうな。あれ、あの LM にこういろんな素材を読み込ますと、こう左側にこうずっとリストが出てくるじゃないですか。あれ、チェックを外すと、それは除外してくれるってことなんですか。そうそうそう。でね、それではね、あの、ポッドキャスト作るでしょ。で、一、うん、個だけ選んで、ポッドキャスト作ってやね、うんええ。で、それはね、ダウンロードして、うん、で消去せんといかんね、うん。ほんで次 の, あの別のをチェックしてもう一回作ると、うん、でそれをダウンロードするというようなことをすれば、あ、なるほど。都度消去したら、どの資料で作るかっていうことが変えられるってことですね、うんうん、そう。ああ基本ノートブックはクラウド上にあるんですか。ですよね。ですがね、それね、コピペすれば自分とか入って、うん、作れるわけやからね。あでもまあ、そんなことする必要がないから。自分とこ持ってきた場合は、また使おうと思ったら、ノートブック LM で使うっていう形で。ね、だからそんなややこしいことせんと、まあ自分、で、今ね、フリーですからね。はい。まあ、その時に、ね、だけど、Google のなんかサーバー上の
ファイル容量みたいなのはないんですか？いや、今のところね、試験的やからね、その制限はないね。うん、ないですかね。そのうちにね、僕はね、お金払ってるから、多分ね、お金払ったユーザーなら OK みたいな話になってくるんじゃないかと。あるいは、ただなら。Google クラウドの制限あるじゃないですか。うんうんうん。あのね、だからそういうもの。なんか1ギガとか増えると100ギガまでとか、月250円とかいうような感じの。それの範囲には入らないんですかね。いや、わかりません。それはわかります、うん、ね。なんかね、リソースいっぱい使うし、ただでどこまで使えるのかなと。ただね、V章みたいなものはね、あの A とかさ、あの、you know、音声ファイルはね、あの、容量が大きくてね。まあ、だけど動画と比べたらちっちゃいですね。動画は上げて、また消しちゃうということですね。うん。うんあうん動画 URL、あのね、YouTube のね、をコピペするでしょ、うん、ね。この時ね、注意してほしいのはね、YouTube の URL 入れた時にね、ごく最近のものはね、読めないケースがある。うんですね、その時は左にね、ダメだって言ってくるね、うん。その時はね、どうするかというと、この YouTube の、あの、トランスクリプトをコピペするんや。あうん、そういう手があるんですよね。うん、でね、かつね、で、OK な場合はね、これすごいよ。YouTube、横にね、YouTube の URL が出てるでしょ。そこをクリックすると、ここに YouTube が出てくるんや。だから、このノートブック LM の中で YouTube が見れるんですよ。小さいけどね。で、大きくすることはできますよ。それ YouTube に持ってくればいいんだから。だから、ものすごい便利ね。だから僕ね、いろいろ YouTube 見てるけどさ、これみんなね、URL があって、まあ、さっき言ったようにダメなやつもあるんだけど、OK なやつは、それをね、ノートブック LM にコピーしておいて、そこの中で見れてやね、うん、で、その内容がやね、要約されてやで、うん、で、かつそれに関する質疑応答みたいなものをやね、そこで繰り返してノートを作っていけるわけや。うんうんうん、いや、これすごいですよね。これ仕事にすごく便利だなと思います。うん、なんか、例えば自分がこう調べたい資料みたいなのをそこに上げて、で、自分が調べたいことをこう聞いていけば、まあもちろんサマリーも作ってくれるし、自分が質問して、その資料の中から探して答えてくれますからね。うん、そういうふうにすると、すごくこれ、いろんな効率上がりそうだなと思いますね。ねだから、ポッドキャストは英語やけど、それ以外日本語でも OK でしょ？全部日本語でやってますよ、私。うんうん大丈夫ですね。でもポッドキャストに関してはね、あの、ここの資料以外のこともいっぱい喋ってくれるから、そこはすごい、それはそれでまた別にいいなと思いますけど。そこはね、ちょっと謎といえば謎ない、うん。どういうことかって言ったらね、そのノートブックエリアの使い方っていうのを読むとですね、うん、ポッドキャスト、ここで、いや、ポッドキャスト、ノートブック LM の中で、の議論は、挙げた資料に限られると書いてあるね。うん、ということはですね、うん、ところがね、この前お話したように、ね、うん、アリスを読ましたら、ね、うん、内容の話じゃなくて、うん、アリスの背景にある文化の話をしてくれたんですよね、うん。だからね、この挙げたものの中だけで閉じてないのよね。うんうん、いや、で、実際いろいろ使ってみてもね、背景知識を持ってるよね。うんうん、そう思いません？思います。ね、まあ、だからそれはもともとの、まあ、ジェミニーなる、ジェミニーが持ってる知識なんですかね。うん、と思いますわ。検索まではしてないって感じでしょうね。新たに。はいはいはい。あの、ノートブック LM の LM は何ですか？ランゲージモデルでしょ？あ、ラージはなくなっちゃってるんですね、なぜか。いや、長たらしいから、ね、そう見られてるみたいな。LM だけでなんか使うことってあんまりなさそうな気もするんですけどね。うん、まあ。確かに、何ですかね。何かなとか。あの、マイクロソフトなんかも、コパイロットとかでやろうとしてるのは似たようなことなんじゃないんでしょうかね。あ、そうですか。いや、ちょっとわかりませんけども、なんかそこまで激しく、こう、なんていうか、連携が作り込まれてるのかなっていうのは、よくわからないですけど、他社もだけど、同じような感じのものを考えてくるでしょうね、きっと。あのね、オープンのやつももう出てんのね。ああ、そうですか。うん、まあ、それはだから、あれですよね、テキスト、
のノートを中心としたような情報のスクラップブックみたいな感じなんですよ、ね。うん、うん、多分ね、うん、それはもっと、絵とかを含めたようなやつで、なんか出てくるかもしれませんし、アドビー。あのね、このノートブック ALM に対する評価のね、まあ、どうかな、アメリカの、そのディスカッションなんか見てたね。で、まあ、評価する人と評価しない人がいる。ああ、そうですか。いや、はいはい、時々ね、やっぱりさ、ハルシネーションを起こすんですよ。ああ、はいはい。いや、だからね、評価しない人はね、こんなもんね、3年後には使われてないよとかね、公表する人もいるわけ。で、僕はね、3年後には使われてないと思うよ。という面で進化してるわけ。ええ、うん、そうです。だから、ポッドキャストじゃなくてね、うん、YouTube が出てくると思う。つまり、あの男女がね、ね、顔出しで喋るようになってくると思う、うん。今声だけでしょ、うん、で、あの顔は出て、不思議な話ね、英語ね、単に聞いてるだけよりもね、顔を見ながらね、聞いてる方が分かりやすいね。なんでか知らんけど。そうか。口の形とか見てるんですか、ね、見てるんですかね、無意識に。顔の表情とか身振りとか。あれはこういうね、手振り。それがね、結構聞いてるのかもしれない。はいはいはい、はい。まあ、それはね、なんかそうかもしれませんね。確かに。はいはい、まあ、ちょっと使ってみようかなという気になったな、来ましたんで。これはいいですよ。やってみたいと。パープレクシティとこれでね、組み合わせるが今の最高のツールです、今。うん。ジミーだけじゃないんですね。あのね、だから事実関係を調べるのはパープレクシティ、だから、ね、僕ね、パープレクシティで何かあるテーマね決めて、で、例えばね、さっきのイングリッシュブレックファーストに関するね、YouTube を調べてくれとパープレクシティに言うたらいっぱい出してくれて、で、その URL をね、ノートブック LM にコピーするという、はいはいはい、そうですね。で、さらに詳しく知るという。そうそうそう、はい。はい、ぜひ使ってみましょうという。この方法で。はい。